皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、12月の1日16時10分、先ほどそこまで一定委員会を見ながら、まあ、心の声、などで、まあ、伝えながら、改正にしたりだとか少し、まあ、ちょっと雲があったんですけども、改正にしたりだとか、まあ、あの出演者の方が、心の声でもいいとか、あのそういうことを言ってましたので、まあ、コウ・ヨンギさんっていう名前で、看護関係のことのリポーターを、まあ、されていた方、今日は8人座ってらっしゃるところの席に、日本人の名前で、座ってらっしゃいました。で、あとは右手の方の、3人ほど、男性2名と間に女性の方、岩田さんという方でしたけども、サンバレスロッコとかで、司会者として現れた時は吉田さんでしたでしょうか。阪神タイガースの岩田選手と結婚したんでしょうか。まあ、10年くらい前なんですけども、ちょっともう、昨日もその面白い話の方向、今日も面白い話の方向でそこまで行って委員会でね、空を改正にするっていう方向でね、いろいろちょっと突っ込みながら法律のことも、もともと政治資金ね、ああいうふうなコーヒー1杯250円の話とか、あんなもんもともとなかった話とかでね、もう総理の年収とか知ってますからと。自然とエネルギーの節約につながりますか、もうそれでいいですっていうような話をね、まあしたんですけども、まあ途中から声出して言い始めました。で、これね、真の経済っていう形でエネルギーの残存量問題だけを、ポイントにして、まあ、世界中の地震の発生の仕方とかが、資源の採掘とかで地下が空洞化していて大きな地震が発生している。これはもう事実ですので、あとは河川の底ですね。河川の底から大量に水が抜けていると。その2つです。ですので、まあ、真の経済の方向でいくと、まあ、サウジアラビアや、アラブ首長国連邦を見てもらったら分かる通り、固定相場制なんですよ。為替相場がドルで。で、その考え方を、進めていくと、日本は他国に対して円安にしていればいいと。で、ドルは他国に対してドル安にしていればいいと。なんかもう何でもありに聞こえるように聞こえるかもしれませんけども、今何が重要かって言ったら、その、ある程度自由な部分でお金を持つと海外に自由に行けてしまう。だからっていう話になるんですけども、例えば中国で言うと、元は世界に対して元安であればいいと。ロシアもそういう風にしていればいいと。まあ世界中どこの国もそうしていればいいんですよ。そしたらどうなるかっていうと、お互い海外旅行者が減って、ちゃんと国内旅行になるんですよ。で、自分の国のことを知るっていう形になります。で、まず、だから第一次世界大戦と第二次世界大戦がどう考えてもフェイクですから、だから昔から戦争のフェイクニュースを放送していたと。これね、何で判断するかって言ったら、ミッドウェーの海戦で、総力戦をしましたと。真珠湾攻撃をしましたと。で、それまでにね、あんなにたくさん、中国と戦争したり、ロシアと戦争したり、何回もですよ。人口残ると思います。その後、沖縄に上陸されて、本州とか200回以上の爆撃ですよ。で、皆さん、建物とかバラバラになってる映像とか見ましたよね。白黒と。とかで、僕の自宅には有馬警察署のもう引退された方の警察官の人とかでね、すごい年配の方とかが、白黒の頃から映像加工技術あるからっていうようなことをね、言っている映像とかは自宅に回ってきています。で、まあ、学生運動に関して東京大学は発、まあ、起こしてるわけじゃないですか。第二次世界大戦のフェイクニュースとかで、要するに総理とかが年収が高いだとか、まあ、そういうふうな話になってくると、おそらく学生運動、ああいうふうな暴動が発生したりだとか、こんな世の中間違えてると。何よりも、さらに原爆を2発投下されて、
助けてもらう人と助ける側の比率がもうとんでもないことになるわけじゃないですか。で、日本中の工業地帯とかをその爆撃でも空襲されてますから、復興がまず不可能になってくると、まず工場から作り直さなければならない。で、その間に食料が足らない。全然話が噛み合わないんですよ。で、東京オリンピックは1964年でしたっけ、第1回目の。まあ、開幕されてるわけじゃないですか。で、だから本土で、東京が焼け野原になってるんだったら、なぜ大学はあるんだとか、なぜ国立競技場がとか、先に住む方が先やんってなるじゃないですか。言葉はちょっと砕いて言ってますけども、そこの考え方でいくと、ああ、これ昔から戦争のフェイクニュースだったと。で、第一次世界大戦を理由にして、オリンピックを解体させたと。1800年代に、オリンピック14カ国、ヨーロッパの国々で集まって、オリンピックというものを開いて、で、4回か5回ぐらい開いた後、第一次世界大戦が始まったぐらいの頃に、オリンピック解体してるんですよ、それ理由で。エネルギーを大量に消耗されるからなんですよ。だから、その辺のところで言うと、だからお互いの国で為替相場をどうするかっていうところと、あと河川水門開式ダム発電で、その我が天下の売り上げとかあるわけじゃないですか。だから、その、じゃあ、権利者として扱ったとき、どうするかっていうことを考えたときにですよ。まあ、僕の方のその特許使用料云々のところは、まず、それは、申請して、それから、行ってもらうような形になってくるんですけども、だからまあ、中国での我が天下で上がった売り上げに関しては、基本的に中国の人たちがお金払ってるわけじゃないですか。海外から来てる政府高官の人たちとか、お金持っている人たちが、彼が作ったゲームだしっていうところで、まあちょっとしてみようか。もうこれもあると思いますよ。これだけ世界中の政府上層部で、淡井圭介っていう名前が知れ渡っていたら、高額所得者の人たちの間でも知れ渡ってますから、結構。で、じゃあそのお金で、その1割分、中国の国内の売り上げの1割分のそのお金で、中国国内で、河川水門開発ダム発電の設置に回してくれたらいいと。で、まあ、売電した時の売り上げに関しては、その、その時のどういうふうな為替相場でもいいです。まあ、それでお金を振り込んでもらったらいいと。まあ、そういうふうな形で、だからもともと考えていたのが、全体売上で物事を見ていたので、それでまあ1割で払ってもらったら、まあ、新湊川だとか、もしかしたら、向こう側っていう、それよりもっと大きい河川、まあ、新湊川はそんなに大きくないですよ。小さな河川です。で、まあ、それぐらいだったら、営業利益の、1割。だから、個人の権利者は1割なんですよ。バンドの皆さんは 4名いらっしゃるから、まあ、だから 10% のうち 2.5%、2.5%、2.5%、2.5% と、4人だから割ってると。そういうような話なんですよ。だから、この辺の数字を動かしてしまうと話めちゃくちゃになってしまいますんで、計算がややこしくなって話が永久に進まなくなる可能性があるんですよ。だから、まあ、1割は1割で絶対固定しておかなきゃならない。僕から、その、ゲーム全体の構想図とか、そういったものは、ああいうふうなものがなかったら、もう最初 100% でその通りに作ってますから。で、ああいうふうなものがなかったら、このように生まれてもなかったし、我が天下というゲームが。で、だからまあ、1割払ってもらわなきゃならないんですけども、まあ、年利金のゴムの、部分と、まあ、あんまりその一つの会社が、大量にお金を持ってしまうと、余計に建物を建てたりしちゃうんですよ。本当に。中国もそうで少子化ですよ。だから、今更建物を建てる必要ないんですよ。ほっとても倒産しますから。マーケットが小さくなっていってますから。だから、どっか倒産したところね。空きテナントのところにどうしてもこの事業をしたいんだっていう人たちが入って、どうせ、ほとんどのところはまた倒産します。50年持たないです。ほとんどのところは。で、これが現実ですので、もうエネルギーの残存の問題分かったんだから、もう新しく作るものなんてもうほとんどありませんよっていう話になってくるんですよ。で、だからまあ、純利益とか出せるところとかをしっかりと証明しなければならない元手がいくらで、売電価格はこれぐらいで、
まあ、設置費用にどれぐらいかかりましたと。まあ、これぐらい、大まかなところで数字出せば、あ、株としての投資として、配当利回りが、これぐらいでだとか。まあ、そういうふうな形で、まあ、お金を集めなかったら、世界中に一気に普及できませんので、まあ、そこの国でも作ってもらって、いうような形でもいいとは思うんですけども、中国国内だけでのその1割を全額その河川水門開式ダム発電に使ったとしてもですよ。あんまり大きな河川じゃできないわけじゃないですか。で、大きな河川の方が発電量は莫大なものが見込めるんですよ。だから一番下流の河川のところが、まあ、水量が一番多くなってくる形になるんですが、そこで、上までのところまで、上流のところまで全てダム化していて、貯水している状態からの、発電スタートですから、まあ、開ける門の大きさに合わせて、一番下のところの門をどれぐらいの、門を開けっぱなしにできるか、まあ、24時間、まあ、回転数がこうギア比によって上がっていく、それによって高回転をずっとキープしているか、いられるかどうか、この電力の安定性とかがものすごくいいんですよ。だから夜になったら、夕方ぐらいになったら、上の方から門を閉めて、もう一度水をため直しを始めると。だからそういうようなところまで、考えていくと、大きな河川の方がやっぱり発電量とか、効率性っていうのもすごくいいですし、安定性もあります。まあ、港川、新港川だったら、まあ、ある程度の安定性はありますけども、河川の大きさは大きさですから、まあまあほどほど発電ですけども、まあ結構な世帯数の発電はできると思います。晴れの日でも夜とかあんまり電気とか使わないですから、工場とか止まったりしますから、学校とかもまあまあ、大抵のところは、帰って行ったりだとか、まあ、スーパーマーケットでしたら、長いところで21時ぐらいまでの営業ですかね。まあ、少し前の時代は20時とかだったんですけども、まあ、それぐらいの時間帯になったら、電気のその使用量も、かなりガクンと減ってくると。まあ、そういうふうな形で、だからその間に、水を溜め込んでおくと。だから山の中は貯水槽になってますから、水がだんだん流れ込んできていて、河川に流れ込んでくるんですよ。だからまあ、そういうふうな形で、だから、これは海外に行かれた人しかわからないんですけども、航空機のチケットに関しては、往復で買っておけばいいと。だから、行きはよいよい、帰りは怖いの話になるんですよ。だから、向こうへ行った時に、どうなのかな。ちょっと待ってくださいね。まあ、自分の銀行の口座があるから大丈夫なんですかね。自分の母国の銀行の口座があるから。だから、海外に行って、しようと思えば固定相場制の為替相場を認められてるっていうことは、だから行いようあると思えばあるはずなんですよ。とにかく海外旅行に行かせ、ちょっとやそっとじゃ行かせませんよっていう形にしておいて、まあ政治家の人たちももともと政党交付金なんかありませんでしたから、まあそれで賄賂だの、なんだのっていうようなことで田中角栄さんとかが捕まってるんですよ。ロッキード事件とかで。で、あとはリクルート事件だとか。まあそういうような内容のものがありまして、まあ今時はテレビ電話とかもありますし、電話もかけ放題のプランとかもありますから、海外まではどうかわからないんですよ。だから国会議員イコール国家公務員なんですよ。で、さすがに外交に関しては、国会から、国会というか、その各、省庁から電話をかけたりするでしょうから、そこは会社のお金ですから、あとはまあテレビ電話、スカイプとかですね。だからそういうふうな形での首脳会談とかを利用して、できるだけ実費で海外に行かされないようにすると。これが、総理とかでも、なかなかちょっとや外では海外行きませんよと。そういう世の中が正しいんじゃないかなとも思います。以上です。
というわけで、まあ、今日のそこまで言っていいんかに関して、まあ、ちょいちょいちょっと僕面白いこととか言ったりしてるんですけども、まあまあ、収録してるのがもうちょっと前の時期だったと思うんですけども、まあ、まあ、向こうの喋ってる人の方がね、こちらの心の声で、語りかけてる内容について、認める発言をして、それで改正になってますから、だからまあ、こちらの時間軸に、合わせてくれていると。で、それプラス、まあまあ、まあ、他の動画を見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、サウジアラビアだとか、砂漠地帯のところで、赤道直下のところですね、まあ、そういうところに、もう日本は雨十分降りましたから、ちょっとやそっとで、ダムの水なくないです。ずっと少子化続いてますから、49年前から少子化続いてますから、ちょっとやそっとではもう、ダムの水なんかなくないです。で、もう、去年とか今年撮影行ってもそれしっかり分かりましたから。で、かといってお風呂炊くのはできるだけみんな我慢して、シャワーだけで済ますと。僕はまだ今年1回もお風呂炊いていません。11月の20日を超えたぐらいから、シャワー浴びるときに脱衣所で、ストーブを使用したり、し始めたんですけども、そのうち、11月の20日から12月1日までの間で、暖房を、電気ストーブを、シャワーの脱衣所でさえ使わなかった日が2日ぐらいあります。だからその日1日暖房なんか使ってないっていうことなんですよ。電気ストーブなんですよ。これは別ですよ。僕の最高の暖房器具、布団。だからまあまあ、気温温とか地域にもよると思うんですけども、脱衣所さえね、温めてしまえば、で、温め方も2台のストーブを使って一気に温めた方がエネルギー効率いいんですよ。15分かかるところが5分で温まったりしますから、倍に満たない、ワット数でも、15分かかるところが5分で温まったりとかしますんで、だから、そういうふうな工夫とかも、あとは、まあ、女性の記者みたいな形で出てこられた方って、吉田さんですよね。吉田さんという名前が偽名だったのか、岩田さんという名前が偽名なのか、全然わからないです。で、立憲民主党の人が、法務大臣になったみたいですけども、有働アナウンサーですよね。有働音楽事務所があって、有働アナウンサーって。もう全部まとめません。全ての業界、音楽業界でクオリティだけで選んで、物事を行うと。でもう日もさちもどうにもならんよ、こんな曲っていうのは。作り手の人のも分かってると思うんですけども、そういう曲削除しませんか。それでデータ軽くなると思うんですよ、みんなでみんな行えば。で、昔の映画もそうなんですけども、こんなの見てられないっていう、その第一次世界大戦と第二次世界大戦、それ自体がウェイクだったら、戦場のメリークリスマスって一体何だったんだって。あと、喋ってるセリフがもうめちゃくちゃすぎて、もう僕は途中で見れなくなりました。本当に。こんなもん見とられへんわって。本当に。あんなものよくも昔お金払って映画館に見に行った人いたんですね。もうあんなもの、僕だったらもう、絶対最初からあんなセリフとかだったら、見に行かない、本当に。帰り、これ本当に金取る気かと、公正取引委員会と労働基準局両方からいくぞと。映画会社自体が差し押さえられるんだよ、行政にっていう。いや、これね、だからね、だから、べっこうさんとかも理解してほしいんですけども、だから、会社に大きな問題があったら、政府がその会社を差し押さえれるんですけども、その政府が差し押さえた後に、その、もともとね、僕からの、提案で出来上がったものだっていうことを、しっかりと認めて、お金の支払いをしてもらわなかったら、じゃあ、これは国連レベルで、ハーグの国際司法裁判所で対応しなきゃならないような内容になってくるんですよ。相手政府になってきますから。だからそこでしっかりと支払い、だから1945年国連で出来上がったのが国際労働憲章なんですよ。
国際連合労働憲章っていう労働問題、昔からだから奴隷制度って賃金とかの不払いのことだったんですよ。最低賃金法から逸脱してるだとか、そういう話だったんですよ。やられたーって思って、もうこっちも厚生年金には入れてもらわないし、なんなのこの意地悪な国はって、政府上層部の人が高給取りになれるわけじゃないって、あなたたちの方が悪いことしてるんだから。それ言ったから、だから動画のね、ホームページは圭介の履歴のその一番で見てもらったら分かる通り、あと着信通知の設定の方が、確実ですね。正直、動画の再生時間が変ですっていうところ、再生回数とか上がっていて、まあそういったところを見たときに、やっぱり動画の再生時間変ですね。なんか減らされてるような気がするんですよ。で、その辺のところに関して、その一方的な行為が正当性があるかないかで言うと、それも権力を使っての横暴な行為の可能性はあるとしか言えないんですよね。去年、河川の撮影、だいぶ頑張って言ってましたから、そこでもまあ再生時間はだいぶ伸びてたから、判断なかなか難しいんですよ。最近、まあ動画一気に上げてるんで、まあ楽しい、笑える話とかも、混ぜています。それをした方が気が晴れるで、無難に安全な方で、空が快晴になってますので、エネルギーの残存問題には、とにもかくにも、今の気温の時には、対応できてると。その辺のところグッドなんですよ。絶対に。世界の共通語、英語です。グッドは。のはずですよ。もっと昔たどっていったら、いや、そのグッドの言語の元はイタリアとか言い始めた。どうします？エジプトから。モーゼか、ヤハウェイとあってっていう、そのイスラエルの方に、仏教の延長線上のものを開いて、それがユダヤ教とかキリスト教とか、あと、まあ、その他の宗教の、聖地エルサレム、そこから北上してヨーロッパに移民していった話、皆さん本当だと思います。 これだけフェイクだらけで、今の現代ですら、現代人でさえフェイクニュースに引っかかるのに、昔の人、記録すらなかなかなかったんですよ。あの人からはこう聞いた、この人からはこう聞いたぐらいで物事進んでいってた時代ですから、まあ、イタリア語でローマ字がいろいろ変化して英語とかになった、距離が離れていくごとに、こうアルファベットの形が変わっていったは、確かにそう受け止めれるんですけども、わからないですよ。一番最初、どこの国に、エルサレムの方とか通らないで、海渡って、地中海通って渡った人たちもいらっしゃるんじゃないですか。以上です。大きな謎は世の中にはたくさんあれど、今日も、自分判断でなんとか、晴れ間を作ってます。各動画、セントセイヤシリーズ関係のところ、3509番、まあ、KVID の、3509番から、10、11、12ぐらいですかね。まあ、13まであったかどうかは覚えてないんですけども、セントセイヤの話だけで。で、まあ、そのあたりでね、最終的に、改正なってます。ああいうふうに テレビつけなくても、ああいうふうに、単独でも、ああいうふうなことできます。頑張って笑う方向でね、頑張って最後まで、だんだん、こう、天秤が傾いていくかのように出して、こう、ガタッとこう、一気に晴れみたいな形で。じゃあそこ本当、踏ん張り合いなんですよ。だからまあ、そこは安全に、安全な、雲の行き先っていうところで僕は調整してますんでね。今まで言ってた内容、そのコンピューターのエシロンの機能とか、その文言の内容通りに、稼働するような形で、むちゃくちゃなことにならないように、そのための、天の神様への安全のお祈りでもありますし。まあ、昨日夜0時00過ぎに寝て、まあ、今日の明け方起こされて、朝の3時30分ぐらい新聞配達、いつも起こしに、僕の同級生の別所っていうやつでした、中学生の。あいつも毎日起こすから、
しょうがないから天の神様の安全のお祈り、ああそうだよ、天の神様の安全のお祈り忘れとったと思ってして、だからね、まああの新聞配達なんかね、朝の9時過ぎから配達したらいいんですよ。それで帰ってきて、今度吸って夕刊を、配達してと。だと思いますよ。その方が多分効率良かったんだと思いますよ。朝の9時過ぎぐらいとかだったらね、学校とかにね、通ってる後ですから。あんまり変わらないと思いますよ。明るい方がライトつけなくていいから。エネルギーの節約に適してるはずなんですよ。いろんな人が起こされたりとか、そういうことも考えると。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定よろしくお願いいたします。やっぱり、再生回数があれだけ増えてるのに、なんか変ですね。ワンピース関係のところ500いくらまで増えてますから、最初の方は初日まあ30回ぐらいの再生回数で、それからまあ50とか、とまあ、昨日で200を超えていて、今日見たら500を超えてたので、やっぱり動画の再生時間なんか変ですね。まあ、皆さんでご協力していただいて、対処していただけたらなと思います。以上です。まあ、今の僕だったら大丈夫だと思いますよ。これ以上、まだ僕騙されてますか？だって第一次世界大戦と第二次世界大戦は学校の教科書にも載ってましたから、それも信じてしまうでしょ。けどもうこの、そういった、エネルギーの残存の問題から逃げに逃げてた社会から本当に脱却しなかったら、っていうところですね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。